なんかいいものがあるかな。入ってみないとわからんね。剣がいっぱいって感じだね。楽しめそうだね。起きないでよ。お願い起きないで。口に出さないで。龍はうじゃうじゃいるよ。蹴散らすぞ。悪くないじゃないか。ならさっさと戻るぞ。立て直すよ。よっ、中身は？プレイ、しっかりしろ。これで回復できる。使いすぎないようにな。
兵器がそのようだ。それを探すためにこの場所は破壊されたようだな。これヤバくない？ああそうだな。まあ頑張れ。いや、あんま効いてないみたい。気分はどうだ？さっきよりはかなりマシかな。これ だが他に道もない。行くぞ。気はいないみたい。あまり気を抜くな。いい感じ。なんだか不思議に匂いかぶと里親が作ったパンケーキを思い出す。なんだその里親って？親がいない子を引き取って育てる人。なるほど。大抵はあまり気にかけてくれない。でも一人だけ違ったの。エヴァ、優しくてよく私にパンケーキを作ってくれた。読書も勧めてくれて。今どうしてる？結婚して家族ができたの。すまん。今はそんなことより、バロの木を探さなきゃ。
面白いのを選んだな。やっと着いたね。あーすごい、このレレムも前と同じくらいぶっ飛んでる。さっさとファローの木を見つけて樹液を集めたら退散しよう。でもどの木かわからない。確かにな、あの議員は木はまだあるとは言ったが、それがどの木かとは言わなかった。まあシパールにあるのとは違って枯れてはいないんだろうね。樹液が出る木を探してみよう。すぐ見つかるって。今はやばい。あの丘を登れば町を見渡せる。ジャックとジルの歌みたいな。誰だ、ジャックとジルって。まあいい、誰でも。早く上まで行け。はいはい。くそ、ないみたい。すぐ見つかるってそう言ったろ。ちょっと黙ってて、一旦考えよう。シパールにある木は全部枯れてたよね。つまり樹液がある木はあんな見た目じゃない。どの木もあるのは幹と葉っぱと青っぽい色。待って、ボブ青のこと言ってなかった？ほら、その色は青だ、花が開くって。何度もそう言ってたよね。ヒントかも。それか、イカれた老人の無意味なつぶやきかもな。近くにバローの木がありそう。よし、探してみよう。この木もダメみたい。この城下町も昔は賑わっていた。またそんな日が来るかもね。タンタたちを倒せ。ハーフ。心配ない。お前の代わりに連中を倒せる奴はきっとたくさんいる。ちょっとマジで怒るよ。なんだ、ただの独り言だ。嘘、罪悪感を持たそうとしてる。そんなわけないだろう。バローの木の匂いがする。
よし、この近くを探してみるぞ。この木もダメみたい。ねえ、ボブなんて言ってたっけ？その色は青だ。そして花が開く。花か。待て、花が咲いてるのかも。きっとただ青いだけじゃなくて花があるやつなんだ。まあその可能性もあるかもな。もしくはあの老いぼりに振り回されてるだけか。調べてみるしかない。バローの木がありそう。だったら探してみたらどうだ？何あれ？こいつらの縄張りに入ってしまったらしい。マジで最高の展開。これが相手だよ。よし、来た。おお、これだ。今の効いたんじゃない？これだ。何あの木、横向きに生えてる。素晴らしい生命力だ。こんな状況でも生き延びようとするとは。深いね、カフ。花が咲いてる。きっとこの木だね。気をつけろ、焦ると落ちるぞ。大丈夫。ほら、あとはここね、ちょっと切ればもう、よし。危なかった。こんなとこで死なれたりしたら俺が困る。今度は落ちる前に助けてよ。甘えるなよ。俺は自分の意志でお前を助けるんだ。ああ、はいはい。ボブはずっとヒントをくれてたのね。帰ったらお礼言わないと。気が早いぞ。シパールに帰るにはまだ樹液が足りない。もう樹液はないのかな。扉の向こうはどうだ？ならしばらく休めそうだね。よかった。クタクタでこれ以上は歩けそうにない。歩いてるのは私なんだけど。うう、うん。
見つかったようだな。え？待って、戦う気はないの。ここにはただ樹液を取りに来ただけ。もう帰る。フラーブ様がお呼びだ。話がしたい。悪いけど遠慮しとく。ついて行ったらろくなことにならない。だから私はこの扉の先に行く。彼らは戦わずに済む方法を提示したんだ。出頭したらどうだ？絶対嫌。なら言い方を変えよう。越権を願い出る。人の手足を切り落とすような奴に越権を願い出るなんてありえないから。なら戦い続けるしかない。全てはお前次第だぞ。俺はただ争いの火種を消したいだけだ。そして非暴力の境地。へえ、全然のこと言うか。私が至った境地はこうよ。やるかやられるか、私はやる側。いいです。囲まれたな。こいつはどんだけいんの。あれだ、回復してるぞ。今のはどうよ。これだよ、これ。何のことだ。私に出頭しろとか言ったよね。気が散って危うく死にかけた。そんなつもりはなかった。ならどういうつもりだったの。なんでそんなにプラーブに越権してほしいわけ。タンタたちはめったに玉座の場を出ない。だが話すとなれば、当然プラーブは俺たちの前に姿を現すだろう。彼女が姿を見せたら。殺せって言ったら怒るよ。殺せ。まだ暴れ足りないのか。私を何だと思ってんの。覚悟はいい。よっしゃ。うわ、このバロの着てかすぎ。これ絶対世界記録になるレベル。世界記録？なんでもない。たくさん樹液が出る。
奴はこの中だ。さっき言ってた非暴力の境地はどこへ行っちゃったわけ？ラーブに情けは無用だ。そう、前も言ったけど、もう一度言わせてもらう。何度言われても無駄。私は殺さないよ。だが彼女を殺さねばシパールは全滅するんだぞ。お前はその特別な力を使って彼らを救う義務があるんだ。みんなお前の助けを待ってる。私には関係ない。私はこのバローの銃器をシパールに届けてボブを救ってさっさとニューヨークに帰る。それだけ。ブラーブのせいで数えきれない人が犠牲になると分かってるだろう。このまま見捨てて平気なのか？みんな弱り切ってる。同じことするんだな、自分の母親と。ふざけんな、よくも。私。いや、もういい。なら帰るとするか。さあ、早く戻ろう、シパール。それが望みなんだろう？違うか？もうクソ。はい、どうした？彼女と話してみる。構成の探偵なんでしょ？そうだ。いいよ。私がブレイクを止めるよう説得できたら、みんな幸せになる。でしょ？私はフレイ・ホーランド。プラーブに呼ばれたの。会わせてもらえる？ダンタ・サイラ殺害の罪でお前を拘束する。連行しろ。俺は予想してなかった。クラーブに会う前に知っておくことある？彼女は真実の最低者だ。嘘をついても無駄だぞ。どうせ心を見透かされる。つまり彼女の能力は法律の学位とクソレーダー？いやいや、それだけじゃないぞ。他にも彼女はいろいろできる。他にもいろいろ役に立つ情報、どういうの？来たか、侵入者。傲慢な娘よ。顔は穏やかだが心は真っ黒。その瞳を見れば嘘かどうか分かる。さあ祈れ。審判にてお前を図る。裁かれに来たわけじゃない。話しに来たの。ねえ、もう町を襲うのはやめて、みんなをほっといてくれない？その正義感、その確固たる信念。しかしそれも所詮悪魔の奇弁よ。クソ、話聞かないならさっさと殺して。しらばくれるな。罪を認めよ。受け止めよ、タンタを殺した事実を。
あいつは兵士をけしかけて町の人たちを殺した。子供たちまでも。それを立証できるのか、それとも責任転嫁か。さあ来たれ、真実を聞こうじゃないか。お前の言動にて証明せよ。その身が潔白であれば恐れるな。不実かどうか皆に聞かせよ。ねえ、悪いけど今急いでるの。話が合わないみたいだから。悲しき傷、悲しき話。手放された迷い子が帰郷して。迷い子って何？一体何の話？うわ、違う違う。黙れ黙れ黙れ。いいか、自問するのは我だ。お前は答えればいい。どうだ、分かったか、この汚れた悪魔め。分かった、なんかさっきのやつの方がマシだったね。黙れと言っているのだ。我は知りたい。それだけで有罪なのか、それとも無罪なのか。己の定め、計りに乗せよ。真実は打ち勝つ、刮目せよ。己は何が正しいかを知る。認めれば先は明るいぞ。明るいね。本日これより裁きを受ける被告人の名前はフレイ。その角はタンタ殺害の罪です。このフレイはあの偉大なるタンタサイラを無慈悲に殺害したのであります。タンタサイラの魂、どうか安らぎあらんこ。申し開きは。罪を認めれば即刻処刑されるぞ。無実よ。嘘だ、お前の言葉は偽りに過ぎぬ。処刑しろ。小娘の顔は目障りだ。は？罪を認めなくても結局処刑じゃん。こんな裁判はインチキだ。インチキだと。悪魔はそう言ったな。そのような言い分は常に尊重せねば。そうか、そうだ。なら別の手法で決めようではないか。推進判だ。そうだ、推進判にて裁きを。お前の嘘がどれだけ持つか見物だ。さあ受けよ、古来より続けられた試練を。無罪であれば敵に打ち勝てるはず。はあ？それのどこが推進パン？お前が勝てば死は免れる。負ければ罪の報いを受ける。お前の旅もそこでついえるだろう。生き残れるかはお前次第だ。はあ、ニューヨークの裁判よりひどいね。まあいいや、かかってきな。では始まりだ。試練に打ち勝ってみれ。さあ、己の潔白を証明せよ。奴ら全員を倒せということか。さっさと終わらせるよ。気をつけろ。どんな雑魚を仕向けてこようが無駄だよ。あまり挑発しない方がいいぞ。何それ、こいつらに負けるとでも思ってる？ほらほら、これでどうだ。消えろ。そこ、バッチリヒットだね。自らを信じて疑わぬ気が、苦しむ民を救ったと誇っている。こいつは凶悪なタンタ殺しだ。その報いを即刻受けさせろ。どうあってもお前のことを。そう、これはさすがにちょっとしんどくなってきたよ。挑発するなと言っただろ。くたばりな。ちょっと
急げ。次の一手を考えているようだな。どこか動きは遅いが、あの斧には気をつけろ。眠ってても怒られるよ。恥知らずなお前の嘘と偽善には程度が出るわ。この娘にも酌量の余地はある。侵爵審査を受ける権利がある。権利だと？奴に権利などない。侵爵審査など少子千万だ。サイラ、力を貸して。とっておきだよ。行くよ。ほら、もう二度と町の人たちを襲わないって約束して、そしたら帰るよ。お前は試練に勝ち、正義を証明した。これにて決心し、お前の身を投獄してやる。命尽き果てるまでこの水牢にな。は？いや違う、規範には従わなくては。タンタとして公正を保たねば。その通り。だからこそタンタ殺しは万死に値するのだ。投獄せよ。立て込んでるようだから、私もう黙れ。それ以上話せばその舌を切り落としてやるからな。ああそう、それのどこが公正よ。聞いて呆れるね。身の程知らずの無礼極まるこのタンタ殺しの悪魔め。朽ち果てるがよい。牢獄で未来永劫に。残念だが、もう一戦交える必要があるようだ。何にせよ、奴を引っ張り出すことには成功したようだ。またタンタと戦わないといけないのか。まあ仕方ないだろう。奴に話は通じない。落ちろ、卑しき悪魔。うん、今の聞いたんじゃない？錯乱してるぞ、今がチャンスだ。これはどういうことだ。推進パンを乗り越えた被告人は無罪だ。欺瞞だ。推進パンなど無意味だ。罪人は処刑するべきだ。邪魔をするな。もうこれ以上罰を与えるべきではない。どういうことだ。悪魔と共謀しているのか。黙れ、我こそが判事。つまだやの。悪魔の口の利き方に気をつけ。我が判決は絶対に覆らぬ。水から上がるんだ、急げ。そこ、よし来た。いいんじゃない。どんな、まさか判決は無罪と出た。被告人を、我が手で終わらせてやる。やめろ、もういい、ここまでだ。我が姉妹、彼女が払いし犠牲、迷いし娘と母の眼差し。え、母？一体何を言ってんの？教えて、どういう意味？悪魔よ、
シンタの娘。シンタ。シンタの娘って。何が起きてんの？ブラーブが死んだ。それにより奴の力も失われた。つまりここは沈むということだ。